遠藤博樹、参政党遠藤博樹でございます。郡山市市議会議員選挙、本日からスタートしてまいりました。遠藤博樹も先ほど立候補手続きを終えまして、無事に郡山市市議会議員選挙候補となりました。ぜひ郡山市のお住まいの皆さん、今日からの1週間で今後の皆さんの4年間の生活が、4年間の政治が変わっていきます。政治のことに興味関心を持てる人はあまり多くないかもしれませんけども、このたった1週間政治に向き合うかどうかで今後の4年間が変わるとしたら、たった1週間政治のことに向き合う価値はあると思いませんか。ありがとうございます。参政党、政治に参加する党と書いて参政党でございます。今まで無関心でいた政治でも、私たちが政治に無関心でいると私たちが政治から無視されてしまう。国民のための政治ではなく、政治家のためだけの政治が行われていく。一部の組織団体のためだけの政治が行われていく。そのせいで私たちの収入も賃金も上がっていかない。税金は上がり続ける。取られるお金だけがずっと増え続ける。そんなおかしな政治を終わらせるために、皆さんと一緒に政治を考えていきましょうという、そういうコンセプトで立ち上がった政党が参政党でございます。そんな新しい期待をいただいている政党が、今国会議員を誕生させて新しい国政政党になっています。全国で地方議員も市議会議員も100人を超える新しいリーダー、ありがとうございます。100人を超える新しいリーダーを輩出している。今の時代に変化を求めている、今の時代を変えたいと思っている人たちは本当はたくさんいるんです。でも声を上げられるチャンスがないから、変えられるチャンスがないから、私たちは政治と向き合うことをしてきませんでした。でも今、もし皆さんが今の政治を変える必要があると思っている、変わらなきゃいけないと思っている、今のままでは次の世代に安心して未来をつないでいくことはできない、そういうふうに感じてらっしゃる方がいらっしゃったら、皆さんの思いの受け皿はここにあります。参政党があります。そして郡山市にお住まいの皆さんは、今日からの1週間で今後の4年間を変えられるチャンスがあります。皆さんの思いの受け皿として、ぜひ参政党公認候補遠藤博樹、遠藤博樹にぜひ皆さんの思いを託してください。変えたいと思っている気持ちがあれば、皆さん一人一人の一票は無力ではありません。小さな力でも小さな票でも集まれば結果は変えられるってことを、まだ短い年月でも証明し続けてきたのがこの参政党でございます。今の政治に変化を求めたいのであれば、今の私たちの生活に変化を求めたいのであれば、ぜひ皆さんの政治に参加するっていう一つのアクションから、今回の市議会議員選挙を自分事として捉えるっていうアクションから、投票するっていうアクションから、今まで政治に無関心でいたっていうことを興味関心持ってみるっていう小さな変化を起こすことから、ぜひこれからの郡山市を、これからの福島県を、これからの日本を変えていく一歩を、今日から始まった郡山市の市議会議員選挙で、ぜひ皆さんと一緒にこれからの新しい未来を作っていく、そういう1週間にこれからしていきたいと思います。そのためには、ぜひこの参政党の公認候補、郡山市在住遠藤博樹に、ぜひ皆さん新しい期待を寄せていただきたいなと思っております。今までと違う、はい、ではこれからこの新しい政党、参政党のリーダーの一人である参政党アドバイザー赤尾由美の街頭演説に変わらせていただきます。はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました参政党のアドバイザー赤尾由美と申します。ありがとうございます。本日は今日からね、郡山市議会議員選挙が始まりますので、東京から応援にやってまいりました。参政党からは遠藤博樹が立候補いたしております。
先ほど私伺ったんですけども、郡山市議選にはですね、遠藤さんという方いっぱいいらっしゃるそうなので、ぜひですね、参政党の遠藤は広い広樹ね、遠藤広樹という形で お名前をね、ぜひ覚えていってください。で、私たち参政党は、先ほどね、江戸川区議の五十嵐正雄が、申し上げた通り、私たち参政党は昨年の夏に国政政党になり、そして現在は100名以上の地方議員を有しています。国会議員が1人ですから、とってもとっても小さい党ですし、日本には国政政党が10個あるんですけれども、その中で一番小さい政党ですし、一番最後にできた国政政党です。しかしですね、この春の統一地方選挙を経て、地方議員をですね、100名以上仲間を増やしてですね、一つの勢力として今注目を浴びている政党です。そして、今回はですね、郡山市議会選挙ということで、参政党も全国の皆さんから、ね、応援を得て、そして今遠藤博樹がここに挑戦しております。私たち参政党は他の政党と全く違う特徴があります。それはですね、本当に当事者意識のある国民が、市民が政治を我がこととして、生活を変えるには自分たちが変わるしかないんだという、とてもとても強い当事者意識を持って仲間が集まっている政党なんですね。この献身的な姿はですね、本当に私も党員の活動とか見てるとですね、涙が出てくるようなね、そういう感動を覚える時もあるんです。今回の遠藤博樹の選挙もですよ、もう3月ぐらいですかね、もう5月ぐらいから5、6、7とですね、もうずっとですね、この福島のこの党員たちがですね、一生懸命候補予定者と一緒にですね、各ご家庭を回ってチラシを配ったり、ポスティングをしたりですね、あともう事務所でね、さまざまな事務手続きをしたりですね、もういろんな雑用もですね、皆さんね、ボランティアで本当に献身的に集まって活動してくれたんですね。ですから私たち参政党はですね、候補者一人が主役で偉いっていうわけではないんです。党員一人一人が政治を我がこととして考えているからこそ、党員が自分ができることを自分で探して、そしてやって、そして候補者は候補者でね、立候補するという一つの役割なんですよね。みんなそれぞれ自分ができる役割を果たして結果を出していこう、そうやって仲間が集まっているのが参政党なんですね。ですから他の、多分ですね、私他の政党に所属したことがないのでよくわからないんですけども、多分ですね、他の政党さんはやはり議員が主役でね、それをなんかこう選挙の時だけボランティアの人がわっと集まってね、支えるみたいな、多分その上下関係の中での活動になるのかななんていうふうに想像しますけれども、参政党はですね、本当一人一人がみんなこう横並びで、そして自分ができる仕事を自分で探してやっていく、これはですね、将来の日本のあるべき姿なのかなというふうに思います。今ね、YouTuber の方のカメラが一つ変わりましたけど大丈夫ですか？ね、はい、ですので、こういった姿、これをですね、私たちは将来の日本のあるべき姿として、参政党は一つの大きな理念を掲げています。日本の国益を守り、世界に大調和を生む、それが参政党の理念なんです。その理念をですね、大調和という理念を支部活動によって党員たちがまずそれを体現してるんですね。ですから私たちの活動がもう参政党の理念そのものなんです。で、大調和っていうとですね、なんかちょっとこう宗教臭い言葉でなんだろうなと思うかもしれませんけれども、大調和というのはですね、一人一人が特徴違うじゃないですか。一人一人が、ね、自分の特徴に沿って役割を果たしていくんですね。で、誰が上とか下ではなくて、それぞれの役割を果たしていって、結局物事がうまく収まって物事が進ん
ていく姿、それを大調和というんですね。だから、まあ、もちろんこう形上ね、組織で、まあ、支部長さんとかね、あの県連会長さんとか、まあ、こう役職はありますけれども、役職はあるけれども、私たちの気持ちとしては上下関係でやっているのではなく、大調和の精神で皆ができることをね、やっていこう、そういうふうに思って集まっているのが参政党なんです。ですからこの郡山市議選もですね、もう春からですね、福島の党員の方たちがそれぞれできることをですね、もう特に支部長さんを中心に一生懸命一生懸命候補者を支えてまいりました。そして今日からようやくそのね、本番の1週間が始まるわけです。今日から郡山市議選スタートしました。そして投票日は来週の、8月6日日曜日です、ね。ぜひ皆さん、4年に一度ですからね、この自分たちの貴重な貴重な権利、そして義務ですね。これを4年に一度の貴重な権利である義務であり、この投票という行動でね、ぜひ政治に参加していただきたいというふうに思います。そしてさまざまな候補者いますね。多分ね、皆さん誰々に頼まれたからとか、誰々に頼まれたからとか、あるいはなんかこう、いつも入れてる人だからということで、あまりですね、その人が実際4年間どういう仕事をしてきたのかっていうのを知らずに、なんかこう反射的にね、もう投票されてる方も多いんじゃないかなと思います。まあ、むしろ投票に行ってる人は、まあ4年前の郡山市議選は 44% でした、投票率が。ですので、まあ、まだね、投票に行ってる人はまだいいかもしれませんけれども、半分以上の方がですね、投票も行かない、4年間私たちの代表である市議が何をしていたのかのも知らない、そしてまたやり過ごして次の投票が来ると。もう今回の投票が終わったら次は4年後2027年ですよ。もう大阪万博のね、2025年の大阪万博も終わって、それからさらに2年後が2年経ったらですよ、日本はどうなってるんでしょうか。いろいろ言われています。もしかしたら経済的にね、ものすごい厳しい状況になるかもしれない、金融危機が来るかもしれない、なんならこの4年間の中にね、日本であちらこちらで震災が起こるかもしれない、今いろいろ言われています。食料不足、食料危機の問題が来るかもしれない、これからの4年間っていうのはおそらく非常に厳しい4年間になると思うんです。その4年間の貴重な貴重な4年間をですね、我が町に誰を代表で出すのかっていうのは自分のことなんです。とっても大事なことなんです。ですから、その人が何を言っているのか、あるいはそれがわからないんであれば、そのね、背景にある政党がどういうことを言っているのか、多くの、地方議員の方、無所属の方もいらっしゃいますから、まあね、そういう方はそういう方で、まあ、地道にこう発信活動していったり、地元で活動されていたりとか、まあ、いろいろね、主義主張がしっかりあるんだと思いますけれども、分かりやすいのはですね、やはり政党というちゃんとバックを背負ってですね、私たちはこの国政政党のバックの中で、ね、郡山市議としてはこういうことを言っていきます、やっていきますという方が多分皆さんにとって非常にね、分かりやすいですし、信頼できると思うんです。そういった中でぜひ新しい選択肢にこの参政党のね、地方議員を選んでいただきたいんです。もし郡山市議会にですね、一人でも参政党の議員がいたらですね、多分皆さんへの情報発信はもう格段に違ってくると思います。参政党が大事にしているのは情報発信なんですね。議会でどういうことが話し合われているのか、どういうルールが決まっているのか、ね、まあ、どういう条例ができるのか、あるいは市長さんはどういう方針で市政を動かそうとしているのか、そして職員さんはそれどういうね、顔の向き方で働いているのかとか、そういうことをですね、参政党は皆さんに情報発信をしている政党です。ですからもしこの皆さんの住む郡山市議会にですね、市にですね、
参政党の議員が一人いれば、さまざまな情報発信をしていくと思います。逆に、その情報発信がなければですね、参政党の議員じゃないんです。で、我々党員も非常に厳しいですからね、サボってる議員がいたら、やっぱりそれはね、つっつくなり、あるいは議員団といってね、別にその議員の、グループがあるわけです。だからその先輩の議員たちにいろいろ指導を受けたり何したりしながら、本来参政党の地方議員としてやるべきことをね、やらざるを得ないようにね、こう持っていかれると思いますので、そこはぜひ安心していただいて、ほとんどの参政党の、今地方議会に挑戦している人は新人なんです。政治経験がほとんどない人ばっかり出てるんです。遠藤博樹もそうです。政治経験はありません。しかしですね、その政治経験のない素人でもちゃんと政党、国政政党のバックというものを背負ってですね、そして皆様に情報発信をしていく、これはもう一つね、重要な機能になっていると思うんです。ですからぜひですね、皆さんの町に、ね、一人でもいいから参政党の議員がいるということ、これは今までとは全く違う、政治と生活の距離が近づく、そういった一つの証拠になると思いますので、ぜひ今回ね、参政党の地方議員を皆さんの町に誕生させていただきたいなというふうに思います。じゃあ実際ね、今までどういうことが起こっていたのか。私は日本の一番の問題点、そして郡山市でもそうかもしれませんけれども、一番の問題点というのは、問題点を市民が知らない、国民が知らない、分からないというのが私一番の問題点だと思うんです。それは郡山市にとってもそう、日本国民にとってもそう。実際はですね、いろんなことが国会でもどん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 通っています。その一つのね、例を挙げれば、この間国会が閉まる直前に LGBT の、ね、法案がスッと通ったわけですよ。でスッと通ってしまったので、もう私たちは反対反対って言ったんですけど、反対する間もなくですね、さっさと通っちゃったんですね。でそういうことがですね、国レベルでも福島の県のレベルでも郡山市の市のレベルでも、おそらくね、あちらこちらで起こってるはずなんです。だからまずね、何が起こってるのか、どういう法律が通っちゃったのか、どういう条例が作られているのか、それをまず私たちが自分のこととして知ることが大切で、それを知らないでいるっていうことが一番日本の問題点であり、郡山市の問題点だと思うんです。もしですよ、郡山市にこういう問題があって、こういうふうに問題解決をしていきたいというふうに市民お一人お一人が思えばですよ、どんどん政治って変わっていくし、生活も変わっていくんです。ただそこに無関心でいるとですね、自分は、ね、会社で一生懸命働きます、政治は政治家の皆さんにお任せしますと、ここに分断が起きてしまうと、どん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 自分が一生懸命働いていても、働いても働いても楽にならないとか、どんどん苦しくなるばっかりとか、何か、勝手に電気代は上がるし、なんか食料も上がるしと、どん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 生活が厳しくなっていくわけですね。私も東京の練馬で製造業をやっていますけれども、本当にですね、もうこの数年もう大変ですよ。もう電気代は上がる。でそしていろんな法律が決まって、こう嫌で残業はね、こういうふうにね、規制を受けろ、何しろかにしろ、どん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 こう条件を厳しくしていってですね、よく私は手足を縛られて、ね、グローバルの海に投げられるっていう表現をしてるんですけれども、どん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 条件を厳しくされて、そして国際競争をしろと、グローバルの海に投げられているのが今の日本の現状なんですね。ただこれもですよ、巧妙にじわじわ私たちに、ね、気がつかない場合があるわけです。
もし一気にねバーンと世の中が変わったらこれは大変だと言って日本人は多分立ち上がるんだと思うんです。ですが先ほども言ったように何が一番の問題といえばじわじわ変わっていくから分からないんですよ。昨日と今日と同じだとなんとなくこのまま続くのかなと思って世の中を変えようという気持ちが思わないんですね。でそうしているうちにはっと10年単位30年単位で振り返るとあ、昔は1億総中流って言って日本人がみんな豊かに幸せに暮らしていたのになんか今は二極化になっちゃってね、儲かってる勝ち組の人とそうでないほとんどの人は厳しい生活をしていて日本人の平均年収は400万のあたりをうろうろしてなんなら下がっていってというようにですね10年単位20年単位30年単位で見ると日本が落ちぶれてることがわかるんですよ。ところが昨日と今日は変わらないじゃないですか。そうするとあ、まあじゃあ明日もこんな感じかなっていう風になって何もね自分から活動して世の中を変えていこう日本を変えていこう政治を変えていこうっていうね気持ちが起きないんですよね。それが日本の一番の問題点だと思います、ね、ありがとうございます。だからね皆さんねこう長い目で10年単位20年単位あるいは30年単位でねこう世の中を見ていただくとこの先10年後20年後30年後どういう郡山市になっているのかどういう日本になっているのか私は背筋が寒くなる思いです。それを皆さんは昨日と今日と明日と同じだと思っていて変わらないと思っているんです。そこは大変ですよ大変ですよと言って警鐘を鳴らしているのが参政党なんです。ただですねこれもあんまり言い過ぎるとですね世間から、まあ、参政党はね陰謀論を言う政党だとかオカルト政党だとかあるいはなんかこうね健康に気をつけてねいい食べ物を食べましょうとかご提案するとですねオーガニック右翼だと言われてみたりですねまあいろいろなレッテル貼りがされがちなんですけれども私たちは5年単位10年単位、まあ、そうやって、ね、長い単位で歴史を見てそして未来を予想してるんです。だから皆さんの街に参政党が必要ですよねとそういうご提案をしてるんですね。ぜひ皆さん今自分が私ももうねもうすぐ還暦でございますので私は逃げ切り世代かもしれませんけれども私にもね20代の子供が2人います。この20代の子供が今の私のようにね中高年になった時30年後ですよ私の子供が中高年になった頃、ね、30、50代になった時どういう日本になってるのか日本はこのまま独立を保てるんでしょうかそれぐらいの状況に今分岐点にいるんです。日本はどんどん貧しくなり貧乏になり円安も進み、ね、企業は買われ土地も買われ、ね、この辺の物件もね登記簿等を見たら誰がオーナーだか分かりません。会社もどんどん、ね、外国人に株を買われています。で私たちはじゃあそうやってね外国人がマンションのオーナーですとかあるいは企業のオーナーですって言って私たちはそこで安いお金で働いてそして高い家賃を払うようなそういったもしかしたらですよ10年後30年後そういう奴隷のような日本人がいっぱいいる世界になってしまうかもしれないんです。もう今の延長線上で考えたら私はそういう未来しか見えないんですよ。本当にねこれは背筋のね凍る思いですよ。そもそも日本は独立しているのかという問題ありますね。自由民主党の結党の目的は日本の真の独立だったんですよ。自主憲法制定だったんですよ。でもそれすら自民党は放棄してもうアメリカを窓口としたグローバルエリートの人たちのね言うことを聞くような構造の中に今います。だからこの延長線上でいけば日本の総理大臣は海外に対してセールスマンになってるんですよ今。
これ安いよ安いよ、これね、あのこの会社買って、このね土地買ってね、もうなんならここもね土地売るからメガソーラーとか作っちゃってみたいな形で、もう今ね政治家がセールスマンになって日本の土地や会社がどんどん買われてるわけです。マンションも買われています。東京はオークションがいっぱいありますね。ホテルもね、インバウンドとか、インバウンドだったらまだいいですけどね、来て帰るからね。だけれどもホテル代とかどんどん高くなっちゃってるんです。この間私テレビを見てびっくりしたんですけどね、テレビのワイドショーでこういうふうに言ってたんですよね。あの観光地で素敵なところとか、あと週末とかはね、あの外国人が泊まって今値段が高いから日本人は、ね、平日しかも近場のところに泊まりましょうって言ってるんですよ。いいところとかいい時はね外国人にお譲りして、日本人はもうこうやってね安いところに泊まりましょうと言ってんですよ。もう何ですかね、もう発展途上国ですよ。発展途上国、インバウンドに、そもそもインバウンドに頼るってことは発展途上国のビジネスモデルですし、それを岸田総理はじめ今ほとんどの大臣がそれがいいことだと思ってね、インバウンドで日本の経済を盛り上げようなんて言ってるんですが、これは奴隷への道のまっしぐら、ね、発展途上国に転落する道へまっしぐらなんです。その一方でですよ、さらに日本もだいぶ安い国なんですよ。日本もだいぶ安い国なんですけれども、さらに日本より安い国からまた外国人労働者がねいっぱい来てるじゃないですか。でもあれですよ皆さん、あのもうお気づきの方もいるかもしれないですけども、まあ最近ね中国人とかタイ人の方はですねもうあんまり働いてないんですよ。もうなんかどっかもっと遠い国の方がですねなんか来てるんですね。東京のコンビニとか、あと解体工事の現場とかですね、どちらの国からいらしたのかなっていうぐらい、ちょっとなんかよくわからない、見たあまりね見たことないような人がいっぱい来て働いてるんですよ。でそういったね外国人をはっきり言うとですよ、日本人が働きたくないような産経職場、危険、きつい、汚い、そういった職場にね外国人労働者を働かせて、そしてさらに自分たちはこれはいい仕事だろうと思っていたけれども、そんな仕事はどこにもなく、そして自分たちの、ね、手取りもどんどん少なくなり、挙句の果てに事務仕事なんかしてようもんならそれはどんどん AI に変わり、じゃあ日本人は将来何で働くの、もう職場がなくなってるんですよ。AI にね、ちょっとスマートな仕事は AI に取られ、自分がやりたくない産経職場は外国人に取られ、日本人ちょっとうっかりぼんやりしてる間にですねもう働く場所がなくなってるんです。そしてどん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 所得が低いまま、なんかこうね会社に勤めていてもなかなか給料が上がらないな。で今度政府は何を進めましたか、皆さんに。副業ですよ、副業。副業を進めて、ね、どんどんこういろんな副業をすれば、あのスキルも上がるとか言って、絵空事を言ってですね、あの今まで弊社のような製造業もですね、一応副業禁止だったんですけれども、まあ、やっぱりその業績が厳しくてなかなか賞与が払えなかった時とか、やっぱり副業を認めたりとかしたこともあったんですね。でも結局そうやって副業を認めたところで、ね、対してお金になる仕事なんかそうおいそれってないわけですよ。でないなかったけれども、月ねちょろちょろっと稼いでいたかもしれない副業をやってる人とか、フリーランスとか、あるいはそういう個人事業主の人に、今度どうですか、10月からインボイスでそういう人まで消費税を巻き上げようとしてるんです。もう私たち十分貧乏なのにね、それからまた税金を絞り取ろうと。で社会保険料なんていうのはもうなんか雰囲気で決まってますから、もう法律じゃなくて、あれは一応税金みたいに強制的に取られるんですけど、一応税金という枠組みではないので、なんか法律ではなくてなんかすっすと
なんか自由気ままに決まってきますよね。でどん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 税率高くなっていって、あ、税率というか保険料が高くなっていって、で私たちは働けど働けど手取りは増えない、ね、だから増えないから副業もやったのに副業からも消費税取られる。もうね、国民を食い物にしてんですよ。おとなしくしてたら食い物になって舐められて外国の奴隷になって終わりですよ。10年後、20年後、30年後、今の延長線上で生きたらそういう世界になってしまうんです。だから今、ね、幅広く参政党が情報を提供して、このままじゃダメですよねと。過去の30年間見たら未来の30年間どうなるか想像つきますよねと。それを発信しているのが参政党なんですよ。ですから、ありがとうございます。ですからね、一部にはね、なんか賛成党と尖ったこと言って陰謀論言ってるみたいな、ちょっと思われがちなんですけど、私たちは過去の分析して将来を予測しているだけなので、まあ、もちろんね、私もそんな未来は望んでないですし、ぐっと自分で変えたいと思っているからこそ、今こういう活動をしているわけですけども、自分のね、希望的観測を言えば、私たちがさまざまなことを活動して、賛成党であればもう政治の道からね、私みたいに製造業であればものづくりの現場から、そして友達は今社団法人でね、大和経営者連盟というね、あの中小企業の経営者を集めてね、ちゃんと愛国心のある中小企業の社長を集めようという活動をしている友達もいるんですよ。だからそういう人たちは、ね、経営者の、ね、団体から、ね、あるいはなんか農業を、ね、自然農でやってる、まあ、そういうの、ね、ハーブで一生懸命なんかこう頑張ってらっしゃる、ね、この間人もいました。だから僕はその農業の現場から、私は何とかの現場から、もう日本を良くする道筋っていうのは山のようにあるんです。参政党はあくまでもそのたくさんある道のたった一つです。だけれどもその政治の中では参政党が唯一の道ですので、ぜひ郡山市議選にはですね、ぜひ参政党の遠藤博樹を通していただいて、そして参政党が情報発信をするということがどれだけ郡山市の皆さんにとって、ね、有意義なものになるのか。候補者一人に任せてません。私たちは参政党という国政政党ですから、ね、組織としてそれを情報発信していきますので、ぜひ皆さん、郡山市には参政党の議員が必要です。今回の郡山市議選、日曜日が投票日です、ね、遠藤さんでたくさんいるそうなんですが、参政党の遠藤は広樹ですよ。広樹ですね、遠藤博樹、参政党の、市議会議員候補は遠藤博樹です。どうぞ皆さん、郡山市に参政党の議員を送り込んでいただければと思います。私の応援演説は以上です。ご清聴ありがとうございました。それでは皆さん、私は参政党公認候補の遠藤博樹と申します。参政党は今赤尾さんにおっしゃっていただいたように情報を発信させていただいております。ではその情報が間違うと皆さんどうなるかご存知ですか。その行動も人は間違ってしまうんです。人間の頭というのは最初に入った情報を正しいと思う、そのような性質があります。ですので最初に入った情報、2番目の情報とよく比べて自分の頭でどちらが正しいのか判断していく必要があります。その中でもし自分が間違った行動をした場合には、それを自分で直していかなければいけません。そして相手を責めても、そして周りを責めても、世の中は変わりません。もし世の中を変えたいという人がいれば、ぜひ賛成党を選んでいただき、この町の未来に、そして話し合える場所、これこそがこれからの日本必要であります。そもそも日本には和をもってたっとしとなす、さらには広く会議を起こし万機公論に決すべし、今の言葉にすればみんなで仲良くしましょうよ、みんなで話し合いましょう、これこそが日本流なんです。日本には右も左ももともとありませんでした。ですのでみんなで協力していく、頭がいい人は少し勉強のできない人の手伝いをする、力が強い人は力の弱い人の手伝いをする、そうやって協力してきたのが日本人なんです。2600年以上続く世界で一番長い国は日本です。もちろん何もトラブルがなかったわけではありません。ですがそのトラブルを解決する方法として話し合い、これが一番大切なんです。ですが今の日本、
話し合いできてますでしょうか。まずは皆さん、ご家庭で、ご友人と、さらには会社の同僚の方とお話しされてますか。そのような皆さんのまずは地域の声を集めて、そして議会に届ける。それが今までできなかったから、できてこなかったから、この町不満がたくさん募っております。その不満の結果が前回の市議選投票率 37%。 これはどういうことかというと、皆さんがもう政治に諦めきってしまっている、この状況を示しているものだと思います。ではどうしたらこの町を変えられるか。それは一言で言えば政治家ではありません。皆さん、市民の皆さんが気づいて行動したときに必ずこの町は変わります。その原点として、まずはご家庭でこの町未来にどうしたらいいか、子どもたちの教育給食どうしたらいいか、それをまずは近くの方とお話ししていただき、その声をしっかりと議会に届ける議員を選んでいただきたいんです。このこと皆様分かっていただけると思うんです。前回の4年前の市議選からこの町はどんな風に変わりましたか。何期も何期も続けていらっしゃる、そのような議員さんもいらっしゃいます。もちろん功労者ではありますが、もしこの道を、この町を変えたいのであれば、新しい風を、そして新しいアイディアや、私たちのようにみんなで情報を共有しましょう、そのような人に投票する、それで未来への希望へと私はつなげていきたいと思うんです。今日より明日が良くなるという希望がなければ、過去ばかり見て自分の失敗や過去の他人の失敗ばかりを追っていても、世の中は絶対に良くならない。ですから、もし世の中を変えたいと思うのであれば、ご自身の力で、そしてご自身の声で、この町の未来の子どもたちにどんな町を残すのか、皆さんでお話し合いをしていただきたい、私はそのように思っております。私は参政党郡山市公認候補の遠藤博樹と申します。私たち参政党の願いは、この町に住む未来の子どもたちが幸せに、そして便利に暮らせることであります。今だけ、自分だけ、お金だけをやめて、少し今は我慢する時かもしれません。ですが、必ずこの町は元気を取り戻し、そしてこの町が元気になれば福島が元気になります。福島が元気になれば日本が元気になります。これをみんなの気持ちが盛り上がると、昨日もビール祭りやってました。皆さんとっても楽しんでました。このようにみんなの気持ちが盛り上がれば、経済もこの社会も必ず前向きに進みます。ですが、暗い気持ち、明日がもう未来がない、とても生きていけない、辛いと思えば、人は前に進む力を失います。ですので、私たちがやるべきことは、今日より明日が良くなるということなんです。人の心、不安や恐れや恐怖を煽ったって何にも変わりません。ですから、このことをみんなで実感し、もし困っている人がいたならば助けましょう。辛い苦しいという人がいれば、大丈夫だよ、あなたならできる、そのように応援できる社会こそ私は日本だと思うんです。皆さんどうですか。私はこのことを皆さんに訴えたいからここに来てるんです。このことができる世の中、私は皆さんと一緒にやっていきたい。そのために私は新潟からやってきました。ですので、どうか皆様、私と一緒にこの街を変えていきたい、そのような人、どうか私遠藤博樹に託していただけますように。今回の市議選、遠藤が4人近くおります。ですので、ぜひ遠藤博樹と下の名前まで覚えていただきますようによろしくお願いいたします。今日は暑い中お聞きいただき、どうもありがとうございました。それではよろしくお願いいたします。ありがとう。候補者も私で申し訳ないです。ちょっとあれ大丈夫すみません皆さん、遠藤さんもこの暑い中お待たせしてしまって申し訳ないです。大丈夫です。ちょっとね、今バタついてるんですけど、 なんかねどうもこの後また赤尾さんと演説があるっぽいみたいな、はい、ね、お話なんで一旦あれ
ここでちょっと軽くお話聞いてからまた2回目の配信を、ね、させていただけるというラッキーな感じなんですけども、今ねその遠藤さんが一番今回の選挙を通してやっていきたいことをお伺いしていいですか。私はこの選挙で皆様に訴えていきたいことは、それはこの町を変えるためにはまずは皆様の意見、失礼しました、皆様の意識を変える、そのためにはまずは情報が大切なんですね。情報というのは皆さんテレビやメディア、新聞、行政や政府の報道見ていらっしゃる方、みんな正しいことを言っていると思っている方いらっしゃると思うんですが、この YouTube を見ていただいている方でしたらきっとご存知の方多いと思います。必ずしも今あるメディアが正しいことを言っているわけではない。そしてたくさんのある情報の中から私たちは自分の頭で考えて、そして何が正しいのか、そしてそれを選択するのが選挙であります。ですので私たち一人一人の考えがなければ、決して議員だけが勉強しても世の中は変わりません。世の中が変わるとき、それは市民の国民の意識が変わるときなんです。私たちは皆さんが意識が変わるときまで一生懸命情報を発信させていただき、何が正しいのか、何が間違っているのか、しっかりと皆さんと理解し、そしてこの町の未来のために活動していきたいと思っておりますので、このことをぜひ皆様にしていただきたいと思っております。この町がますます発展するように、子どもたちに笑顔が増えるように私は頑張りますので、皆様のお知恵どうぞお貸しください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい綺麗な演説でした。もっとちょっとお聞きしたかったんですけど、なんかちょっとすぐ移動しないといけないっぽそうなので、じゃ一旦ここですいません、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた、2部で、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんじゃあ一旦切るんで、また配信リンク作り直しますんで、よろしくお願いします。